捏造文書で論破され大炎上、高市大臣に立憲民主党杉尾秀哉、国会で。15日に国会においていわゆる捏造文書について立憲民主党の杉尾さんが次のような発言をしてしまいました。実際にご覧いただきますと、高市大臣の言ってることは全く根拠がないんですよ。全く根拠がない中でずる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 答弁が変わっていってるんです。全く信用ができません。あなたの答弁はどうですか。高市国務大臣、総務省が発表された内容でもこの時期に放送部局が高市大臣に対して放送法の解釈を変更するという説明を行ったとの認識を示す者はいなかったと書かれております。私が信用できない、答弁が信用できないんだったらもう質問なさらないでください。杉尾秀哉君。いやいや、ね、いやいや、ちょっと待って、はい、質問を続けてください。杉尾秀哉君、この問題の発端は大臣が最初に小西委員から示された文書について捏造だと言い切った。これが事実だったら大臣どころか議員も辞めるって言った。だからこういう話になってるんじゃないですか。それをなんで今になって答弁拒否するんですか。おかしいでしょ。高市国務大臣。それは答弁をしても杉尾委員が私の発言は信用できないとおっしゃったからでございます。で、私が捏造と申し上げましたのは言葉はきつかったかもしれませんが、まあそれでもありもないことをあったかのように書くということは捏造だと、考えましたので、そのように申し上げました。はい、さらに3日の共同通信の世論調査、高市大臣の説明に納得できる人 17%、 納得できない人 73%、 一般国民に全く高市大臣の説明が通じてないんですよ。信用できないって言われてるんですよ。 73%、 7割以上ですよ。つまりあなたは説明責任を果たしてないっていうことなんですよ。どうでしょう。高市国務大臣。これまでもここでですね、御党の委員からご質問いただいたときに、じゃあこの文書内容一つずつ説明させてくださいと申し上げました。でも、テレビ中継が入っていた日だと思います。結構ですと、しなくていいと、拒絶をされました。いつも何かこう、説明をしようとすると、それを遮られますので、これまで十分に一つ一つについて説明を国会の場でさせていただくことはできませんでした。最後に、当初から文書がそのありもないことをですね、あることにされたとか、それから高市大臣が言っているような悪意ある捏造だとか、レクを受けたことがないとか、こういう高市大臣の証言にそういう証言をしているって職員っているんですか。小笠原情報流通行政局長。ご答弁申し上げます。一度ここでもちょっと申し上げたかと思いますが、私どもとして今働いている総務省の中で、そうした捏造を行うような職員につきましては、そういったことをやっているものということはいないというふうに信じたいというふうに、こちらでも申し上げたところでございます。はい、杉尾秀哉君。大臣聞きましたか。捏造しているような職員はいないと思うと言ってますよ。このようになってしまっておりまして、こちら杉尾さんの言動を見てしまいますと、 TBS ビデオ問題から何も反省されていないのだなと感じてしまいますが、議事録が残る国会の質疑で直前に行われた政府側の答弁の一部を事実とは異なる形で紹介するというのはおかしいのではないでしょうか。まるで偏向報道の見本を見ているかのようでございますが、事実に基づく議論でなければ時間の無駄でしかございません。予算委員会ですので、来年度の予算はどうするのかとか、物価高騰対策は、子育て支援策は、防衛費はと、
議論をしなければいけないことは山ほどございます。立憲民主党などのおかしな野党の皆様は、予算を人質にとって高市大臣を更迭させようと画策しているものと思われますが、証拠能力のないいわゆる捏造文書で、それは難しいものと思われますので、速やかに国会を正常化させていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。